ここが好きだよ日本人へようこそ。皆さんこんにちは。日本から最も近い外国といえば、そう、韓国ですね。東京羽田から飛行機に乗ってなんと2時間半で着きます。国土は実は日本よりもだいぶ小さいです。だいたい日本の北海道よりも少し広いくらいの面積に5000万人以上が暮らしています。そんな日本にすごく近い韓国ですが、その文化には日本と様々な違いがありますね。例えば食文化だと、韓国では焼肉は牛肉ではなく豚肉で食べます。またキムチや唐辛子を多く使った辛い食事が韓国では好まれますね。他には国民性も違って、例えば韓国では自分の本心を話すことが正しいとされており、社交辞令などはあまり言いませんが、日本では本心をそのまま話すことは美徳とされておりません。今回はそんなお隣の韓国から日本に親戚に会うために一人で来たチアンさんが日本に来て、韓国の100倍もある日本のあるものに圧倒された驚きの体験を聞いていきましょう。こんにちは。私は韓国のプサンから来ました。チアンと言います。24歳です。今から親戚に会うために韓国から一人で日本に行った時の話をするね。私はその時が初めての日本で、いきなりの一人旅だったからとても緊張したわ。飛行機も初めてだったから、落ちたらどうしようってすごく怖かった。無事日本に着いて、私が最初に驚いたのは空港から駅に向かうバスの中よ。私の乗ったバスには添乗員の女の人が乗っていたんだけど、その人のお辞儀がすごかったの。韓国であんなお辞儀をする人を私は見たことないわ。韓国でもお辞儀をすることはあるけど、もっと軽い感じだし、韓国のバスやタクシーなんてひどいものよ。本当にただ目的の場所まで連れて行ってくれるだけ。タクシーの事故率もすごく高いし、それだけでも日本が羨ましいなって思ったわ。それともう一つ、日本に来ていいなと思ったことがあったわ。日本人って人にぶつかったり触ったりしたらすぐに謝るでしょ。私それがすごく新鮮でなんだか嬉しかったわ。本当に少し触った程度でもわざわざ謝ってくれるなんて韓国ではありえないわ。日本にいると優しい気持ちになれる気がしたもの。あ、でもいいところばかりではないわ。あれはダメね。日本の看板すごくカラフルで大きくて目がチカチカしちゃう。あれじゃ街の風景も何もあったものじゃないでしょ。観光地だと少し違うのかもしれないけど、なんか景色を見ているだけで疲れちゃうわ。私は韓国の地味な看板の方が断然いいわね。他にも景色を見ていて思ったのが、日本は一軒家っていうの？すごく背の低い家が多い気がしたわ。韓国よりもやっぱり地震が多いからかな。都会から離れるともうほとんど高いビルがないから驚いちゃったわ。韓国の場合はだいたい20階建てくらいの高層マンションに住んでいる人が多いから、低層の建物はかなり少ないわね。地震といえば韓国のニュースでも日本の地震はよく取り上げられるから、日本に来るときはやっぱり地震が怖かったわ。飛行機の着陸の時に怖かったって最初に話していたけど、着陸の瞬間に揺れたらどうしよう、死んじゃうって考えて震えていたわ。でも話を聞くと、日本人は少しの地震くらいなら全然驚かないし動揺しないのね。本当に慣れているって感じ。韓国の人は本当に日本の地震を恐れているの。韓国で日本の地震のニュースをよくやるというのも理由の一つだけど、韓国では地理的な条件もあり、ほとんどの人が地震を体験したことがないわ。だから日本への渡航前には地震を心配することが多いのよ。日本人には小さな地震は慣れっこでしょ。でも韓国人は小さな地震すら経験したことがないから、日本でたびたび発生している小さな地震ですらとても恐ろしいことのように感じてしまうの。他には日本人は小さい頃から防災訓練を行い、
地震が起きた時のシミュレーションをしているでしょ。日本で家を購入する際にはハザードマップと照らし合わせて場所を考える人や、自宅に防災バッグ、防災グッズがあるという家庭も多いって聞くわ。でも韓国には自然災害に対する訓練や知識、備えもほとんどないから余計に怖いのよ。もちろん韓国の国内で過ごす分には大丈夫。韓国は立地がすごく恵まれていて、自然災害が少ないからね。でもいざ日本に来た時に、周りの日本人は災害に対して心得があるのに、自分だけ何も知らなくて死んじゃうんじゃないかって心配になるのよ。外の景色を眺めたり、駅弁っていうのを食べたりしているうちに、ようやく電車は親戚の家の最寄り駅に到着したわ。都会の景色は日本の看板がうるさいくらいで、韓国とそこまで変わらなかったけど、田舎の景色は日本と韓国でかなり違うわね。一番の違いは道路の舗装だと思う。韓国の田舎は農道に砂利道ばかりで、しっかりと舗装された道路は田舎には少ないのよ。あとは駅や道にゴミが落ちていなくてすごく綺麗。人通りが全くないのに、どうしてこんなに綺麗なまま保てるのかしら。韓国ではちょっと見ない景色ね。日本の田舎の道が綺麗な理由については、バブルが弾けて土木工事で景気を良くしようとした結果なんて見方もあるみたいだけど、理由はどうあれ、汚いよりも綺麗な方が絶対いいよね。私が田舎道を歩いていると、突然カラフルな大きな箱がポツンと現れたの。そう、それが日本の方が韓国の100倍数があると言われているあれ、自動販売機。誤解しないでほしいのは、数は少ないけど韓国に自動販売機がないわけではないし、韓国には花束を売る自動販売機やアクセサリーを売る自動販売機、バナナの自動販売機だってあるのよ。でも韓国の自動販売機はだいたい大きな駅とか施設にあるの。こんな田舎の道の真ん中に突然現れたりしないわ。田んぼと山と自動販売機って本当にミスマッチで写真を撮っちゃったわ。いくら日本の自動販売機の数が多いからって、こんな田舎に自動販売機を置いて誰が買うのかしら。私は絶対に買いたくないわ。だってこんな田舎道の自動販売機なんて一体どれくらい放置されているかわからないもの。日本は治安がいいから自動販売機のお金は盗まれないなんて聞いたことはあるけど、衛生面はまた別の話。日本に来てお腹を壊したくないものね。韓国では自動販売機は衛生面に問題があるという認識がすごく根付いているの。日本はどうなのかしら。韓国の自販機は毎年のように衛生問題が起きていて、ニュースになっているわ。少し古いデータだけど、2015年の調査では自販機監視違反件数は413件、衛生に関する施設基準を満たしていないケースが287件もあったの。さらにソウル市が市内の自販機2000台を調査したところ、約 15%、 364台が衛生不良として摘発されちゃったのよ。もちろんこれは数年前の話で、最近ではかなり改善してきているらしいけど、韓国ではこういうのが当たり前。自動販売機の飲み物を飲むのが悪いなんて風潮があるから、よほどのことがない限り自動販売機で飲み物を買うことはないわね。だから少し喉が渇いていたけど、私は我慢して親戚の家まで歩いていったわ。親戚の家について飲み物を一杯もらった後に、自動販売機の話になったの。途中で飲み物を買わなかった理由を言うと笑われてしまったわ。日本人は田舎の自動販売機で飲み物を買うの？危ないと思わないの？そうすると一同は自動販売機の飲み物が危険なんて信じられないといった様子で、日本では私の感覚がおかしいってことにこの時初めて気づいたのよ。聞くところによると、日本の自動販売機の数は2020年で400万以上、自動販売機が一番多かった時期から100万台も減って、それでもまだ400万台もあるらしいわ。しかもそれだけの数があるのに、ものすごく厳しく管理されているらしいの。
日本の自動販売機の横には必ずと言っていいほどリサイクルボックスが設置されていて、自動販売機周辺にゴミが散らばったりしないようになっている。さらに日本には自動販売機の管理や運営を行う会社が数多く存在していて、自動販売機のメンテナンスから商品の補充など全て定期的に行っているんだって。これが今でも日本が世界一の自動販売機大国と言われる理由の一つでもあるのね。でもやっぱり自動販売機が多い理由の一番は治安の良さね。日本以外にこんな田舎に自動販売機が置いてあるなんて聞いたことないもの。韓国だったらすぐに盗まれちゃうわ。最後にもう一つ意外な理由も教えてもらったわ。日本でもあまり知られていないらしいけど、日本の場合一般の人であっても申請が通ると自動販売機の設置ができるらしいわ。申請が許可されて自動販売機が設置されると設置手数料がもらえるそうで、その金額はなんと1台で数万円のところもあるとか。適切な場所を見つけて審査が通ればお金がもらえるというシステムをうまく使って自動販売機の設置手数料でお金を稼ぐ人までいたそうよ。ただ今の日本では自動販売機は飽和状態でほとんど儲からないらしいから気をつけてね。最近は韓国もそうだけど、日本でも面白い自動販売機がたくさんあるわ。私が一番驚いたのが日本に韓国料理の自動販売機があるってこと。新大久保の人気韓国家庭料理のお店が出している自動販売機で行列ができるほど人気らしいわ。最近の技術だとほとんど何でも自動販売できちゃうのね。そのうち全てのものが自動販売になったりしてね。帰り道はせっかくだから田舎の自動販売機で飲み物でも買って帰ろう。日本の自動販売機の数が多い理由、安全な理由が分かりましたね。そういえばあったかい飲み物と冷たい飲み物が一緒に入っている自動販売機も日本ならではのものらしいですよ。海外では冷たい自動販売機しかなかったり、別々の自動販売機で売られたりします。技術力があり、さらに四季がある日本だからこそ生まれた製品ということですね。昨今はコンビニやネットショッピングの台頭により自動販売機の数が減ってきています。しかし焼き鳥や軍手を売る不思議な自動販売機や1000円の自動販売機など、一風変わった自動販売機などが注目を集めることもあります。さまざまな変化のもと、自動販売機はこれからも日本の文化であってほしいですね。それでは皆さん、ごきげんよう。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。視聴者の皆様のご意見ご感想をコメント欄までお寄せください。もしよろしければ高評価やシェアしていただけると嬉しいです。それではまた次回の動画をお楽しみに。